佐野東右衛門は、庭市の名跡。京都、佐賀野にある造園業を、植等の当主が襲名する。東右衛門は、天保三年より代々、仁那寺、小室御所の造園を担ってきた。第14代から桜の育成を手がけ、第15代、第16代の三代にわたって、桜森として知られている。祇園しだれ桜。 県六園菊桜、市原虎の大沢桜などの多くの桜の栽培品種が桜森の佐野東江門に見出されて増殖されて全国にその名が広まった。第十四代が存命の明治時代には近代化政策により都市の水路、街路、大名庭園などが再開発され里桜群などの多くの桜の栽培品種が伐採されて絶滅の危機に瀕していた。 第14代はそれらの栽培品種が収集されて、保存されていた、荒川堤から桜を取り寄せて増殖したり、平野神社、仁和寺、兼六園、東京帝国大学などの全国から珍しい桜の栽培品種や名木を収集して増殖して、多くの桜の品種の保護と育成に努めた。当代の第16代、佐野東江門は、日本の造園家、策定家、 祖父である、第14代東江門が始めた日本全国の桜の保存活動を継承し、桜森としても知られる。京都府京都市生まれ、京都府立農林学校卒業、造園業、株式会社職富士造園の会長、桂利休、修学院利休の整備を手掛ける。パリユネスコ本部の日本庭園を、イサムノグチに協力して作る。1997年、 ユネスコからピカソメダルを授与された。1999年には、雲語等総合局実賞を受賞。2005年には、京都芸品館の庭園を棟梁として造成。ありがとうございます。